こんにちは、整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はダイソーのアイテムを使った収納アイデアについてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずはこちらの PS クリアケースを使った収納アイデアです。バリエーションが豊富に揃うこちらのシリーズ、仕切りのない大きなサイズや縦に2分割されたタイプ、8分割されているタイプ、また幅が半分の細いタイプでは3分割タイプや2個セットのタイプなどが出ています。このケースの特徴は重ねて収納できること。さらに透明なので収納した状態でも中がよく見えるのがポイントです。他にも何種類かバリエーションがありますが、今回はこちらの5種類を使った収納アイデアについてご紹介します。こちらは文具収納に使っているところです。2分割タイプにはハサミやペンなどの細長いもの、3分割タイプにはホチキスやスティックのり、そして8分割タイプにはクリップなどの細々した文具が収納できます。さらに重ねて収納すると下に入っているものが見通せて便利です。続いては裁縫セットとして使うアイデアです。分割のない大きいケースは深さもあるので針山も収納できます。2分割タイプには大きい裁ちバサミもぴったり収まります。そして8分割タイプには糸や細かいパーツ類などを収納すれば、わずか300円で収納力のある裁縫箱を作ることができました。こちらはアクセサリー類の収納に使っているところです。8分割タイプは大ぶりのピアスやブレスレットなどの収納に便利、2分割タイプは時計やメガネ、ネックレスなどの収納に使えます。アクセサリーの中でも少しかさばる髪飾りは高さのある3分割タイプや2個セットタイプに収納するのがおすすめ。ヘアクリップは2個セットタイプにざっくり収納したり、ヘアターバンはくるっと丸めて3分割タイプへ、重ねて洗面所の鏡裏に収納するのもおすすめです。3分割タイプはネイルセットとしての収納にも活用できます。こちらのマニキュアは1つのマスに4つ収納できました。その他のマスには除光液やハンドクリームを収納したり、ネイル落とし用のコットンも収納できます。また細々した薬類の収納にも活躍します。大きなサイズにはかさばる貼り薬や処方薬を収納したり、8分割タイプには絆創膏や飲み薬などをパッと見て分かりやすく収納できます。3分割タイプには塗り薬などを立てて収納すると分かりやすくなります。続いては冷蔵庫のドアポケット収納用として売られているこちらの4種類のアイテム。これは薬味チューブホルダーです。本来はこんな風にわさびや生姜などのチューブを冷蔵庫のドアポケットに収納するための商品です。続いてこちらは冷蔵庫ミニポケット、お惣菜などについてくる小さい調味料を収納するためのものです。こちらはマヨケチャホルダーといって、マヨネーズやケチャップを立てて収納するためのスタンド。そしてこちらの薬味チューブポケットはチューブ調味料が6本まとめて収納できる商品です。今回はダイソーで購入しましたが、いずれもメーカー商品なのでダイソー以外の100円ショップでも取り扱っています。まずは薬味チューブホルダーをデスク横の仕切りスタンドに取り付けてリップクリームを収納しているところです。デスク上に置いておくと転がってあちこちに行きやすいリップクリームですが、こんな風にチューブホルダーに立てると定位置が作りやすくて便利です。続いては同じく薬味チューブホルダーをペンスタンドに取り付けてハンコや爪切りを収納しているところです。ペンスタンドの中に短いハンコ類を立てると中で埋もれてしまって取りづらくなってしまいますが、
こんな風に立てておくと短いものも出しやすくて便利です。こちらはメイク道具の収納に使っているところです。眉毛茶ホルダーはブラシやビューラーを立てて収納したいときに便利。短いブラシは薬味チューブホルダーに。薬味チューブポケットはリップやマスカラなどの細長いメイク道具を立てて収納したいときに便利です。またアイブロウなどの細かいコンパクトは冷蔵庫ミニポケットに入れると取り出しやすくなります。続いてこちらは子供の工作セットの収納です。薬味チューブホルダーにはスティックタイプの糊がぴったり収まります。冷蔵庫ミニポケットは消しゴムを収納するのにちょうどいいサイズ。また眉毛茶ホルダーはペンスタンドの代わりになります。こちらは歯ブラシスタンドにデンタルフロスを収納しているところです。こちらの無印良品のデンタルフロスは実は薬味チューブホルダーにぴったり収まるサイズ。つい忘れがちなフロスも歯ブラシの近くに収納しておくことで習慣化しやすくなります。また同じく洗面所では冷蔵庫ミニポケットを化粧品の試供品を収納するのに使う方法もおすすめです。細々した化粧品サンプルはしまい込むと忘れて放置してしまいがちですが、ポケットを使って目につきやすいところに収納すると使いやすくなります。続いてはこちらのベジストッカーです。高さのある深型と横幅のある浅型の2サイズ展開、それぞれ蓋とセットになっていて重ねて収納することができます。このボックスの特徴は側面が大きく開いているので重ねた状態でも物の出し入れができること。このジラックが置けない幅の場所でも高さを生かして収納できます。まずは根菜類の収納として使ってみました。横長タイプはじゃがいもや玉ねぎなどの収納にぴったりのサイズ。人参などの長さのある野菜は深型がちょうどいいサイズです。続いては洗面台下で掃除用品やストック品を収納したところです。浅型にはメラミンスポンジやダスターなどのストックを収納、深型には洗剤の詰め替え用ストックなどを収納しています。こちらはプラレールのおもちゃを収納したところです。浅型には車両、深型にはレールを収納しました。重ねた状態でも側面からおもちゃを戻せるのがお子さんにも楽ですね。そしてこちらは備蓄用の食材を収納しているところです。浅型にはご飯のパックがぴったり収まります。また深型にはレトルトのカレー類などが収納できました。頻繁に使う食材の場合若干出し入れしづらさもありますが、重ねた状態でも何が入っているのか見えるのは分かりやすいですね。続いてはペーパーストックバッグです。少し縦に長い通常サイズと横長タイプのワイドサイズがあります。色はそれぞれホワイトとベージュの2色展開、いずれも200円商品ですが、とても大きいサイズでたくさんのものが収納できます。また持ち手は後から付けられるようになっています。こちらは子どもの作品を収納したところです。学校から持ち帰ってくる絵の作品などは意外とかさばって収納場所に困りがちですが、大容量のこのストックバッグならすっぽり収納できます。こちらはストック品を収納したところです。ボックスティッシュやトイレットペーパー、シャンプー類などのストックがたっぷり収納できます。一人暮らしでどうしても収納場所がない場合などバッグで目隠し収納するのもおすすめです。続いてはランドリーバッグとして使っているところです。取り込んだ洗濯物の一時置きとして使うと便利です。内側が防水加工されているので洗濯後の服も入れることができます。続いてこちらはかさばるお菓子のストックを収納したところです。大容量のバッグなのでかなりたっぷり収納できました。紙製で軽いので食器棚の上などに収納したいときにも便利です。こちらはブランケットを収納したところです。そのまま出しっぱなしだと見た目が悪いですが、
ペーパーバッグで目隠ししながら、すぐ手に取れる場所に置けると便利ですね。続いてはこちらの楽々ピタッとキャスターです。両面テープで貼り付けるだけで簡単にキャスターが付けられるダイソーの人気商品です。普通のボックスもキャスター付きにできるのが便利ですが、耐荷重は8キロなのでその点は注意が必要です。まずはゴミ箱に取り付けたところです。掃除機をかけるときなどキャスター付きなら簡単に移動できるのが便利です。続いてこちらは新聞などの紙ゴミ用ボックスに取り付けたところです。両面テープ式なので段ボール製のボックスにも取り付けられます。重いボックスも簡単に移動できると便利ですね。そしてこちらはファイルボックスに取り付けて紙袋のストックを収納したところです。ちょっとした隙間に収納したい時などキャスターが取り付けられると取り出しやすいですね。最後は最近登場したばかりの新商品、ワン収納ケースシリーズです。ダイソーのワンシリーズはマグネット式の収納グッズがすでに人気になっていますが、そのワンシリーズから新たに収納ケースが登場しました。小さい2個セットタイプや2個セットを2つ重ねたものと同じサイズのタイプ、そして幅が狭いボックスタイプ、さらにそのボックスの2個分のタイプといったサイズが出ています。まずは食器棚の引き出しに食材を収納したところです。大きいボックスには乾物などの食材を、細いボックスには麺類を収納しました。小さいケースには缶詰がぴったり3つ収まりました。幅のある缶詰は高さのあるケースに縦に積んでいます。続いてはお弁当グッズの収納です。細いボックスはスリムタイプの水筒にちょうどいいサイズです。小さいケースは重ねられるのでお弁当用のカップなどを収納したいときに便利です。また食器などを深い引き出しに収納したいときの仕切りとしても使えます。大きいボックスにはボールなどを収納、細いボックスはプレートを立てて収納したいときのスタンドになります。続いては洗剤や掃除道具の収納です。大きいボックスには洗剤などのボトルが6本入りました。高さのあるケースはブラシなどを立てるのにちょうどいいサイズでした。いかがでしたか？ご自宅で取り入れられそうなアイデアはありましたでしょうか？最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。